ビョルン・エンゲルスは、ベルギー・オースト・フランデレン州カプライケ出身のプロサッカー選手。ベルギー・ファースト・ディビジョン A ロイヤル・アントワープ FC、所属。ポジションは DF。12歳の時にクラブ・ブルッヘのユース・アカデミーに入団。2011から12シーズンに西登録でトップチームに昇格。2012年9月20日の UEFA、ヨーロッパリーグの FC ジロンダンボルドー戦で、 プロデビュー。2012から13シーズン終了後にプロ契約を結び3年契約を締結。2013から14シーズンに本格的にリーグデビュー。同シーズンは33試合後得点を記録しリーグ最優秀若手選手賞の候補に上がった。その後ベルギーファーストディビジョン A やベルギーカップで優勝を経験。2016年夏にはアーセナル FC。 オルシアドルトムントなどの有力チームがエンゲルスの獲得に興味を示した。2017年8月30日、オリンピアコス FC に移籍。同年10月31日の UEFA チャンピオンズリーググループリーグの FC バルセロナ戦では、同胞 GK シルビオプロとの活躍もあり、0から0のクリーンシートを演出。加入1年目は、 リーグ戦17試合3得点を記録した。2018年8月、スタッドランスへのローン移籍が決定。加入後先発に定着し、2019年3月には完全移籍が成立。33試合1得点を記録。2019年7月10日、アストンビラ FC と契約したことが発表された。2021年6月18日。 ロイヤル・アントワープ FC と契約した。2011年からユース世代のベルギー代表に招集され、2017年には UEFAU-21 欧州選手権に出場した。フル代表には2016年3月に初招集。同年フランスで開催された UEFAU ロ2016の代表候補にも上がっていたものの、負傷で落選。 2018FIFA フフワールドカップも招集外に終わった。ありがとうございます。